今日は掃除機の紹介です。ロボット型クリーナールンバが欲しかったんだけど、Amazon で8000円だったので、まず試しに買ってみました。レビューがすごい良かったんだよね。で、これなんだけど、少しちょっと普通のより小さめのように感じます。これが後ろだね。後ろです。こうぐるぐる螺旋状に、掃除するタイプと、バンパー走法って言って、お部屋を広範囲で、掃除します。あとは、壁沿いに、走行して、壁側のコーナーのゴミもきれいにお掃除します。あとは普通の、多分同じですね。これも写真ですごい分かりやすくなってます。掃除してる感じ、まあ Amazon にもこれ同じように載ってるんで、そっち見てください。ただね、これ一つだけ難点があるんですが、それは後ほど紹介します。早速開けてみます。説明書。これはバッテリーかな。アダプターですね。で、これが充電。これなんだろうね。後ほど見てみます。で、早速本体。うお、思ったよりやっぱちっちゃい。ちっちゃくていいかもね。じゃ早速これ開けてみまーす。こんな感じでーす。手がだいたいこのぐらい。だから何センチだろうね。後ろこんな感じでーす。ここが電源、オンオフ入れます。じゃあ他に何か入ってないか見てみるね。これはきっとゴミをハケかな。ハケっぽいな。ハケですね。ほら、2つのハケが入ってました。1,2,3,4,5,6,7,8 8本のハケです。お、これは1個ここに入れるんかな。早速入れちゃいますね。お、簡単に刺さりました。超簡単、いいね。これは多分予備です。これなんだろうね。これなんだろう。説明書見てみるね。説明書を開けてみると、結構こういうの買う前に使う前に結構説明書を読むタイプなんだよね。これフィルターだね。フィルター、ダストカバー。じゃあ早速だけどバッテリーの方を設置してみます。ここでこう簡単に開きました。バッテリーこんな感じです。ちょっと見えないかな。こんな感じです。で、ここにバッテリーのこれかな、
これとここを刺してみます。簡単に刺さりました。で、これをこれでいいのかな。こうやって入ります。で、じゃあダストボックス見てみようか。ダストボックスちょっと見づらいかな。こっちは見やすいね。ダストボックス見てみます。こんな感じです。見づらいね。こんな感じです。で、ここがフィルターになってるから、これはちょっと取り替えられるんだね。これの、ここにね、透明のプラスチック板が入って、外にゴミが、吸ったものを、ゴミを吸って、閉じ込めるようになってます。ちょっと見えないと思うけど、こんな感じです。ここらがちょっと設置しにくいかな。まあでもいいでしょう。じゃあ蓋閉めます。で、そうすると。で、このダストボックスなんだけど、水洗いが可能です。で、フィルターが汚れたら歯ブラシとかで、取り除くみたいです。まあでも結構容量が大きかったから結構入りそう。で、充電です。結構シンプルでいいね。で、充電は上にある、ここ、こうやって充電します。お、もうついた。もう電源バッテリー入ってるね。ちなみに、動かしちゃいますから。これはどうやって、で、この双方を選べるんだろうね。螺旋双方、バンパー双方、壁沿い双方、まあ、これちょっと後で調べてみます。で、最初に説明した、欠点が一つあります。普通の高い商品だったら普通こう動いて、その場に戻るんだけど、これは戻ってこないですよ。だから迷子になっちゃうんですね。で、これは、4時間で、50分の掃除が可能なんです。だから50分ぐらい経ったらまた、まあお迎えに行かないといけないんですね。それが一つの欠点かな。で、まあ使ってみて、1個だいたい、まあ約8000円ぐらいなんで試してみたいと思います。じゃあ早速、動いてっとこう、動画撮ってみますね。じゃあ設定してないけど、まず動くかどうかやってみます。スイッチ、ウォン。おー、すごい。
こんな感じで動くんだね。これいいね。しっかり取れてるかな。お、ここにあったホコリも取れてます。なんか試してみたいね。ちょっとゴミ散らばしてみました。これちょっと大きいけど、これ吸い取れるかちょっとやってみます。だいたい指の爪ぐらいですね、親指ぐらいとか。じゃあスイッチオン。出るかな。どうなんだろうね。結構取れてます。結構吸い込みいいね。まあ大きいゴミはね、自分でまず取るからね、ほこり、小さなほこりをね、このロボットで取ってもらえれば掃除が少し楽になるからねって思って買ったんですよね。やっぱ大きいのはちょっと取れない感じ。大きいのはやっぱちょっと取れないですね。まあ、ホコリを取れるかっていうところをちょっと期待してみましょう。じゃあダスト当ててみます。こんな感じで取れてるかな。こんな感じで残っちゃいますね。あ、でもしっかり取れてます。こういうとこに戻ってっからちゃんとたまには掃除してあげた方がいいですね、これは。まあ、8000円なんで、お手軽かなと思います。まあ、またちょっと使ってみて何かあったら、またレビューしますんで、チャンネル登録としていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。